皆さんこんばんは。アスキー編集部の翼です。アスキーと九州愛にあふれるメンバーがお届けする九州特番ラブ九州 by アスキー始まりました。今回でなんと8回目となりますラブ九州放送ですが、今回はなんと初の戦国武将ネタということで、すでに張り切ってるメンバーがいますので早速ご紹介させていただきます。今回一緒に番組を進めていくメンバーの、これ何ですかね、宗重大好きアスキー研究員のまずはタマちゃんです。よろしくお願いします。はい、タイが大好き、特撮大好きのタマちゃんです。よろしくお願いいたします。ちなみにそしてもう一方ですね、宗重大好きアスキー研究員の中西さんです。はい、信長の野望に人生を捧げている中西です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ですね、皆さん、まあ、普段はお二人ともまあまあ偉い方々なんですけれども、たまちゃんはね、この九州特番だったりとかによく出ていただいてますけれども、中西さん、はい、もう私も中西さんとこうなんだろう、編集部以外で絡むのがこう生放送で絡むのが初めてぐらいなんですけれども、なんだったら本職、はい、主任研究員でこの間なんか AI の調査とかもされてる感じの、はい、ね、なのに、そうですね。でも今日はどうでもいいんで、AI とかあんまどうでもいいんで、どうでもいい、はい、どうでもいいんで、今日は僕は宗重と銀地上に、はい、まあ、なんかその全てを捧げた人間として来ましたので、はい、単に熱く語るだけですので、ぜひよろしくお願いいたします。かしこまりました、はい、ありがとうございます。あ、私衣装忘れてる。いや、あれはもらえなかったんですよ。もらってないんですよね、あの2人だけなんですよ。そうなんです。後でこっそり、はい、後でこっそり、本当また適当なことを言って、はい、ということですね、今日はですね、宗重大好きアスキー研究員のお二人とお届けしたいと思います。で、ラブ九州なんですけれども、九州の魅力をお伝えする番組となっております。これまではですね、佐賀とかと宮崎、各県の魅力についてご紹介させていただきましたが、今回は初の九州の戦国武将ネタということで、テーマはこちらです。立花宗重と銀千代の謎に迫る戦国最強夫婦。イエーイ。はい、今回のラブ九州放送なんですけれども、たまちゃんと中西さんが立花宗重大好き芸人ならぬ、はい、立花宗重大好き研究員として、はい、この立花宗重とその妻銀千代夫婦がいかにすごい夫婦だったかっていうのを、まあ、戦国最強夫婦と言っても過言ではないということなので、まあ、その言われるですね、その夫婦の魅力の謎に迫り学んでいく90分で収まるのかどうか分かんないですけれども、お品書きこちらとなっております。はい、上から順番に、そもそも立花宗重ってどんな人、そして2つ目妻銀千代も最強だった、そして3つ目無敗最強なのにいい人伝説に迫ると、こちらのラインナップでお届けしていきたいと思います。そして皆様、大変お待たせいたしました。コメントの皆様も大変お待たせいたしました、うん、今回はなんとなんと超豪華なゲストの方をお招きしております。立花宗重といえば福岡県の柳川藩初代藩主ということで、うん、福岡出身で今大注目の女優、そしてモデルとしても活躍されております井桁弘恵さんです。ではお呼びいたしましょう、井桁さん。はい、皆さんこんにちは、井桁弘恵です。嬉しい、よろしくお願いします。来たよみんな、来たよ井桁さんが来たよよろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、ということで、ここで簡単に井桁さんのプロフィールご紹介させていただきたいと思います。画像お願いします。こちらです。1997年2月の3日生まれ、福岡県出身、モデル女優として活躍し、2019年の仮面ライダー01の刃ユア、仮面ライダーバルキリー役で注目を集めました。で、10月から毎週日曜22時放送の日本テレビおしゃれクリップの MC を務めるほか、11月12日にはファーストスタイルブックここから井桁が発売されたばかりでございます。ありがとうございます。でね、たまちゃんがめちゃめちゃ大ファンということで、はい、
もちろんです。満面の笑みじゃないですか、たまちゃん。いやいや、もうだって日朝ずっとね、もうゼロワンかぶりつきでしたから、うん、でもうやっぱりあの今回立花宗茂銀千代ということでね、はい、で銀千代っていうのはやっぱり女城主、うんうん、でもうすごい武芸も美しさも兼ね備えた人っていうことですから、うん、もうこれはもうまさにバルキリー、さらになんていうのもエイムズの隊長ですから。そうですよ、隊長ですから。女城主ですよ。確かに。これはもう大河も決定ですね。いやー、早い。ありがとうございます。決定、結論。終了。もう本日終了です。キャスティング、もうキャスティング、そうですね。たまちゃんがじゃあ撮っていただくという。撮ってくれて、あ、そうですね。お仕事撮ってるってことで。そうですね。いや、でもそのぐらいハマってるとね、うん、いうことなんですけれども、はい、本当に。で、井桁さん、福岡県出身ということですけども、はい、橘宗茂と、うん、あのこの銀千代夫妻についてご存知でしたか。うん、あのざっくりその地元で有名っていうことは知ってたんですけど、うんうんうん、そこまでやっぱりこうじゃあどういう人だったかっていうところまでは知らなかったので、うんうん、今日ちょっと楽しみにしてきました、うん、ありがとうございます。まあ、あの今日はですね、まあ、そこ何のお礼ですかね、かぶりつぎよくわからないですけど、なんで僕がお礼言ったのかよくわからないですけど、ね、はい、まあでも福岡県の人のみならずですね、まあ、日本国民全員に僕はその人宗茂と銀千代の良さを本当今日は知ってほしい、はい、その最強だったりとかですね、いい人とか夫婦 の、 その、まあ、絆とかですね、そういうことも知ってほしいので、まあ、あのぜひちょっとあの鬱陶しいぐらいプレゼンさせてもらいますので、ぜひよろしくお願いします、皆さん。はい、お願いします。どうですか？どうですか？なんでしょうね、距離めっちゃ離れてるのに、はい、私の井桁さんとの距離よりも、はい、そっちも倍以上離れてるのに、はい、圧がすごいんですよね、二人の圧が。すごい。めちゃくちゃキラキラしてます。キラキラしてます。光ってます。本当に。でね、今回なんですけれども、立花宗茂と銀千代夫妻の魅力の謎について、井桁さんと一緒に楽しく学んでいきましょうというテーマとなっております。はい、でね、九州ラブ九州シリーズではおなじみの豪華福岡名物が当たるプレゼント企画も皆さんご用意させていただいております。ちなみに池田さん、はい、福岡の美味しいものって言ったら何か連想するものありますか？いや、めちゃくちゃありますよ、ねね、正直、うん、もう明太子もそうですし、まあ、もつ鍋、ラーメン、うどん、あとはそれこそうなぎとか、うなぎ、うん、もう数え切れないくらい。一口餃子とかね。ああ、そう、美味しいですよ。違う話になった。たまちゃん、いい、今日もいいポジション。九州岡編集長の。そうですよね。あ、そうなんですよ。福岡住んでました。あ、本当ですか。じゃあ私よりも詳しいか。いやいや、全然それはもう何でしょうね、このたまちゃんのアピールが半端ないですよ今日。そういや、もうね、もう魅力というところでいっぱい詰まってるんですけど、うん、あと例えばなんですけど、はい、あの今うなぎって出たんですけれども、はい、あとはあの牛だったりとか、博多牛だったり、うん、博多の和牛だったりとかもあるんですけれども、でもそれは知らなかった。そう、福岡の美味しいものとして今回、はい、博多和牛、そして柳川のうなぎ、はい、うなむす、うん、あと線香花火、うん、こちらですね、はい、ご用意させていただいております。線香花火大好き。そうね、この線香花火しかも一箱5000円とかする、むちゃくちゃ職人さんが一つ一つ丁寧に作ってるやつで、見ても楽しいっていうやつなんで、やってみたい。火をつける前も楽しいみたいな感じなんですけれども。そうなんです、うん、ぜひこちらの方皆さんプレゼント応募していただけると嬉しいなと思います。で、この番組なんですけれども、立花宗茂銀千代夫妻の魅力の謎について3つのパートに分けて研究員がご紹介させていただきます。各パートの最後にクイズコーナーがあり、まあ、ゲストの井桁さんがそのクイズに正解すると、はい、福岡名物の豪華プレゼントがこう加わってくるという。急に責任を、ね、びっくりしました。私も台本読んで、こんな重要なところを井桁さんに責任を負ってもらう。全てかけてますから。そうです、はい、ゼロって可能性も。そうですね、皆さん、はい、ゼロの可能性もございますけれども、その時はコメントで皆さん、そうなんです、サポート、はい、そうですね、支えていただいてください。ぜひ視聴者の皆様もこれじゃないみたいなのを言っていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。こんなね、もう背負っていただいたのにも気軽にありがとうございます。はい、でプレゼントについてはですね、この放送をご視聴いただき、アンケートに答えていただいた方のみが応募できます。うん、ただしクイズに正解できなかった場合、豪華プレゼントがなくなることもありますので、皆さん必ず
最後までご視聴の上ご応募ください。番組終了は21時30分の予定です。大丈夫かな。はい、それでは、はい、最後まで皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。それでは早速最初のテーマからいきましょうか。それでは中西さんよろしくお願いいたします。はい、ではいきますね。ではテーマその1、はい、そもそも立花宗茂ってどんな人よっ、はい、そういうことでございまして、はい、オープニングでですね、宗茂については名前知ってるけれどもっていう感じのことをおっしゃってましたけれども、はい、伊田さんのその宗茂についてどんなことを知ってますかね。うん、なんか知ってることありますか。武将。武将。武将。まあそうですね、私もわかります。武将。武将です。他なんかないですかね。他武将ですよ。復活とかじゃない。あ、復活の武将。そうですね、復活の大名。もうそこまで、もう大名って全然違う。全然言わせてますけどね。言わせた上にちょっと違うみたいな。俺が言ってるんじゃないかという気もしますが、いやいやいや、復活の大名ですよね。復活の大名、そうなんですよ。これね、重要キーワード。忘れてた。これ次めくってください。もう復活の大名。うん、これですね、宗茂にとってその重要なキーワード2つあります。はい、生涯無敵、妻も最強っていうこと。それからもう一個がですね、関ヶ原唯一の復活の大名。うん、まあ、ここはすごい重要なとこなんですよ。うん、そうですよ、玉ちゃんね。そうなんですよ。ここちょっとね、覚えておいてください。ここでガッツリ出す。これね、後で説明しますから。後で説明しますから。はい。で、ちょっとプロフィールをまず紹介してみましょうか。はい。はい。立花宗茂、1567年、今から450年前ですね。うん、まあ、戦国時代真っ盛りの頃に、九州の名門大名、豊後のその大友宗麟の大友氏の家臣として生まれます。うん、高橋常雲という人の息子として生まれたんですけれども、うん、まあ、15歳で、別紀道雪、立花道雪の娘銀千代さんの婿養子になって立花山城主になります。うん、で、まあ、その時まだ家臣なんですけれども、うん、この1587年、うん、秀吉が九州平定、豊臣秀吉がまあ九州に来ますよね、攻めてくるってことなんですけれども、うん、その時にですね、まあ、すごい頑張ったんで、はい、まあ、取り立ててやろうと。で、筑後柳が13万石の大名になります。家臣ね、それまで家臣ですからね。このもう上げ上げな感じですよね。上げ言葉古いですけど、まあ、上げ上げな感じ。ところが、まあ、ところがですよ、1600年この関ヶ原、関ヶ原の戦いご存知ですか。あ、わかります。わかります、はい、ありがとうございます。わかります。何のありがとうございますか。お答えいただいてありがとうございます。真摯な感謝を込めて、ね、そうですね、そうです、ありがとうございます。ありがとうございますよね。感謝の気持ちで忘れ、生まれがいいんで、ちゃんとお礼を言えって言う。言わないんですよ、生まれが本当にいいとは。自分の言葉言うのはそうおかしい、はい、関ヶ原の戦いで、ただ宗茂は西軍についちゃって、負けた方についちゃったため、領主を領地を没収されて浪人になってしまう。あ、なるほど、うん、なんですが、はい、もともと強いっていうこと、それからまあ誠実な人柄が、うん、すごいですね、徳川家に評価されて大名に復活します。1620年にはもともとの柳川に復活します。で、この関ヶ原の戦いで負けたけれども、うん、その元の領地に復活したっていうのはこれおそらく唯一なんです。この人だけ。そうですね、めくってもらっていいですか。はい。で、これ柳川この辺で、ざっくりした地図ですけど、うん、柳川この辺ですよね、うん、なんでこの先ほど申し上げた通り、改めて申し上げると、その関ヶ原の合戦に負けました、はい、で、お取り潰しになりました、うん、なんだけれども元の領地にほぼ同じ石高で復活したっていうのは、まあ、ね、立花宗茂唯一なんですよね。すごい。で、まあ、なんで復活したかっていうと、もうとにかく強いってこと、それからあとめちゃめちゃいい人ってこと、うん、この我々的にはこの戦国の、そうですね、まあ、いわば半沢直樹じゃねえかと、はい、勝手に戦国時代の半沢直樹じゃないかと。倍返し、土下座はあんまりしないと思いますけど、土下座するのは半沢直樹の方じゃないです。小和田専務です。細かいツッコミはいらなかったです。そうですね、確かに、確かにそうですね、確かに言われるとそうですね。すみません、盛りすぎですね、私。何より、まあ、生涯無敗、一回も負けたことがないと。これちょっと2つほどめくってもらっていいですか。ポンポンとめくって、そうですね、生涯無敗、戦では無類の強さを発揮した、すごい、めちゃめちゃ強いところで、はい、ちょっとそのめちゃめちゃ強いエピソードをですね、いくつか紹介していきたいと思います。次行きましょうかね。これは宗茂の戦った場所なんですけど、うんうん、まずこの九州平定、この2つ、2つ下にありますよね、九州平定ってところが2つありますが、うんうん、まあ、だから、その当時すでにもう、島津家がですね、九州を統一しかかってですね、うん、そこに豊臣が攻めてくると、はい、で、まあ、豊臣が攻めてきて、その島津家負けちゃうんですけれども、豊臣が攻めてくるちょっと間際に、もう秀吉が来る前に、うん、先にもう宗茂がですね、もう勝っちゃう、その城3つ落としちゃうんですよ、うん、なんですかね、だからその秀吉が来る前にもう俺3つ城取っちゃったよみたいな感じ
でガンガン攻めてたって感じ。強さがまあすごいっていう。だからもう一つですね、この文禄慶長の役、うん、でここでですね、まあ、あの立花家の軍3000は、はい、他の家の軍1万に匹敵するとかですね、もう日本第一の武将とかってこうベタ褒めされてたりするんですよ、うん、で3つ目、この関ヶ原の戦い、さっきまあ負けたって言いましたけど、はい、宗茂自身は実は負けてないんですよ、というのは宗茂はその大津城っていうその手前のお城を戦ってそれを落としちゃうんですね。宗茂はそこで勝ってる。ただ本体が関ヶ原で負けたがゆえに、まあ、全員このもう逃げようってことになっちゃったってことなんで、別に宗茂自身は負けてないんですよ、うん、まあ、ある意味ね、この宗茂がもし間に合ってればね、うん、ちょうど大津城落とした時にもうね、関ヶ原あんまり早く終わっちゃったんで、終わっちゃってたんですよ、うん、あ、なるほど。で大津城からもしあの関ヶ原に行って、この立花宗茂が間に合ったら、なんて3000が一番に匹敵するから、うん、戦況をひっくり返して歴史が変わったかもっていう。関ヶ原もあまりに負けでやったんで終わっちゃったんですよね。だからね、出番なかったです。あれ終わりましたかみたいな感じだったんで、ここもしもだから押してたら、なんか舞台の話にしてますけど、押してたらもしかするとってことはあったかもしれないと。これ家康さんすごないですか。そうですね、勝手ながら思ってます、ね、もしかしたら歴史がそこで変わってたかもしれないって、どうですか池田さん、この感じ。やだやだ、もうそれ最初から、今日これ最初からずっとこれでいこうって、ね、これでいこうって決めてたんですね。決めてるんですよ。わかりました。じゃあこっちも負けないように、はい、負けないようにいきましょう、はい、いやでも無敗っているんですね、初めて聞きました。負けたことないっていう、ね、負けたことなんかね、ずっと負けなかったけど、うん、結局最後負けちゃったとかはなんか聞くけど、うん、そうですよね。生涯無敗ってめちゃくちゃかっこいいですね。すごいですよ、うん、知らなかったです、それは。いやかっこいい、うん、かっこいい。でその強さはですね、もう天下人すら大絶賛してるんですよね、うん、ほうほうほう。これ秀吉からこう豪遊鎮西一って、だからその強さがですね、まあ、西日本一と、まあ、おめえは西日本一だなみたいな感じを多分言われたのと思うんですけど。一だね。ごめんなさい、それは今秀吉のモノマネでした、今の。いやいやいや、あの一応台本書いてあるんで。あ、本当ですか。書いてあるんで読んでみましたけど、あの僕名古屋弁よくわかんない。いやね、これ東の本田忠勝、西の立花、東の本田忠勝、西の立花宗茂です、ね、本田忠勝っていうのはその徳川家康の徳川四天王って、まあ強い4人がいるんですが、その中で最強って言われたと並び称されるぐらい、まあ、超強いという感じでございます。うんうんうん、これすごいんですよ。ちなみに、はい、この後出てくる奥さんもすごいんですけど、これめくってもらって。お奥さん、雷神の娘。え、なんじゃこれって感じですけど、雷神の娘なんです。雷神の娘。これ実際銀柱をイメージして作られたイラストですからね。え、めちゃくちゃ綺麗。めちゃくちゃ綺麗。こんな感じ。こんな感じ。こんな髪色なんですか。僕は勝手にこんな感じと思ってますけども。厳密にはちょっと違うかもしれない。めちゃくちゃおしゃれな髪色。厳密にはね。言い出すとなかなかあの後ろがちょっと言いにくくなってますけども。これどうですかね、これすごいって伝わってますかね。いや、まあ、そのね、うん、無敗っていうところもすごい、うん、強い、とにかく強いってことです、うん、単に僕らの推しが強いとかそういうわけじゃなくて、あ、それはもうずっと、はい、オープニングからずっとなんで、オープニングからずっと、はい、そうですね、はい、でもうちょっといきましょうか。でこれちょっとその中の凄さがですね、まあ、うん、もっとすごいっていうところが実はまあ結構あるんですね。もういきなり言ってますけど、これ身長高すぎ、はい、え、これなんかあのなんですか、帽子の高さも入って、帽子じゃないですか、兜ね。ガチリンじゃないですかね、ガチリンじゃなくて兜の高さじゃなくて身長が高いです。確かに兜あるたら兜が、はい、なんかある感じが、兜入れたら2メートルいきますね。当時だから、まあ、あの戦国時代はやっぱり日本人背が低かったので、160センチぐらいと言われてますけれども、平均身長、うん、宗茂は、まあ、ほぼ確実に180センチあったんじゃないかと言われてるぐらい、今でもね高いですよね。なかなか180センチいないですからね。いや、確かにすごい背高い、80となると、うん、大きいですよね。次いきましょう、はい、次どん、改名多すぎ、生涯で14回名前変えてます、これは左上に千句余りってあるのが幼名ですよね、うん、でもうガーッといっぱい変わって、しかも名字も変わってますけれども、うん、で宗茂になり最後まで隠居してまた名前変わるみたいなことですね。これ名前変わるってことは、うん、まあ、すごい波乱万丈な生涯を送ってきたっていうことの証でもありますよね、うん、まあ、向こう用紙にもなってますしね。そうですね、これ何年間、何歳まで、お、難しいこと聞きましたね。そこ多分僕今引き出しないんで何も答えができない。はい、熱く語ってるけど、宗茂が何歳で死んだかってなかなか答えられないんで、俺命かけてるって、はい、誰かね、ちょっとこれあの話してる間に今多分手元でここスマホで一生懸命調べるかもしれませんけど、すいません、なんか変なこと聞いてすみません。そうですね、しかも今僕今顔抜かれたんですけど、ドキドキドキ焦ってる顔抜きやがったっていうことで、ね、あの
それもちょっと後でちょっと後で、ね、やばい説教ですね。説教です、はい、説教です、ね、私もすいません。さすがバルキリー、すいません。で次行きましょうか。あもう、ね、あ次何事もなかったからの次行きましょう。何でもできすぎ。あ、はい、うん、茶道書道華道行動ですね、ごめんなさい、蹴鞠狂言伝が、要はその、うん、あの記録でやってるようなこと、そういったこともですね、まあ、全部一通りできるぐらい、すごい文化人なんですよ。文化人です、まあ、ちょっとお坊ちゃんのところもあるんですけれども、うんうん、その武芸だけではなくって、その戦だけではなくってですね、うん、そういう文化の面もすごかった。戦に強くて頭もいいと、うん、趣味もいいと。そうですね、欠点ない、うん、欠点ないですよね、ま、完璧上司、高身長の、まあ、ね、今風に言うとハイスペック男子みたいな感じなんですけど、いやす、どうですか、池田さん。来た、どうですか、池田さん。来ました、こういう感じ。いや、めちゃくちゃモテてそうですよね。めちゃめちゃモテてそうですよね、うん、すごいかっこいい。確かに例えて言うなら、はい、例えて言うなら、僕の中でのイメージはだから、まあ、さっき言うと半沢直樹って話もありましたけれども、やっぱり今このちょっともう全米を騒がせてるあの人かなみたいな感じです。え、あら、そうですね、こっちですね。お、これもあるけどね。あ、これもある。これもある大谷さん。大谷翔平ですね。あ、大谷翔平。だから僕の中ではもう戦国時代の大谷翔平でもあるかなと、もう勝手ながら思ってます。身長とかね、そういう。そうですか。確かに、うん。そうなんですよ。わかります、この凄さ。いや、そうですね。めちゃくちゃ伝わりました。うん、ねえ、本当。だからやっぱりあの本当にまたここで強調したいのは、うん、あの立花宗茂ね、まあ奥さんの議長これからまた説明しますけど、はい、この二人を本当にやっぱり大河ドラマにしてほしいと。そうですよね。で、まあ大体誰が同時代かっていうと、あのいわゆる伊達政宗、うん、真田幸村、だからもうあの、まあ、真田丸とか独眼竜とか、もうみんな大河とかドラマになってるじゃないですか。そうですよね。立花夫婦をぜひドラマにしてほしい。次来るだろうと僕は勝手ながら思ってますけど。ね、ね、うん、すごい、なんかどうなる家康の次はもう来てほしいって感じですよね。来てほしいです。言わしてますよね。言わしてます。すみません。完全に。いや、でも最後まで行けばきっと本当にそう思う。そうですよね。でもなんかもう、うん、ただでさ、今の時点でもうすごいいろんなエピソードができそうですよね。うん、なんか、うん、膨らみそう。確かに。雪だと去年76歳っていうこの的確なこのコメントをいただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。76っすよ、長生き。結構長生き。はい。しかもね、あの結構後の方になっても、あの島原の乱とかいる、そうですね、活躍するんです。すごい活躍してます、ね。もうね、年取ってからも活躍。で、年取ってからはもう徳川家のもうご意見番みたいになっていくんで。へえ。あ、また答え言っちゃった先に、ね。わかんない。あとのネタがだいぶ、はい、なくなってきたかもしれない、ね、どんどん出してきちゃう。すみません、どん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 ね、もういろいろ僕の汗が止まらなくなる感じかもしれません。でもね、あの本当さっきからね、皆さんコメント見てると、はい、いや凄さが分かったとか、はい、もうおじさんたちの熱さがもうすごいいいとかいうコメントいただいておりますので、ありがとうございます。ガンガン行きましょう、伝わってると思う、うん、正直見てる人詳しいですよね、相当、うん、多分俺たちの詳しいかもしれないですけどね、もしかするとね。みんな応援しね、おいらたちのことをいいな、ペアルックの甲斐がありました。いや、ペアルックの甲斐がありましたね、本当にね、はい、はい、そこで何とか言ってますけれども、まあ、ちょっとここまで紹介してきましたが、ね、ここでちょっとクイズコーナーに行ってみましょうか。お、はい、クイズ、はい、そうです、やりますよ、はい、番組冒頭でもお話ししましたけれども、はい、井桁さんの正解数によってプレゼントの数も変わってきますので、しっかりお願いいたします。背負ってね、いただいて、でこちらなんですけれども、今回、はい、まずはうなむすでございます。10個入りでございます。視聴者の皆様もコメント欄にぜひ正解と思うものを書いていただけると嬉しいです。もちろんヒントとかでもいいです。よろしくお願いいたします。助けてね。はい、それでは中西さん、問題をお願いします。はい、では問題です、うん、はい、僕らがかぶってるこの金の帽子、うん、これ金光って言うんですけれども、これ一体何でしょうか。なんじゃこれは、なんじゃこれは。 A、 はい、柳川市民が全員持ってる災害用のヘルメット。地震起きるとみんなこれかぶって逃げるってことですね。これ柳川市民、はい、B、 角川グループの聖望、柳川、あのこれ角川だから全員これかぶってるわけですよね。電車とかもこれで通勤してるって感じですね。おしゃれですね、うん、おしゃれですよね、おしゃれ、おしゃれ、うん、おしゃれ。 C、 橘宗茂の親衛隊がかぶっていた兜だから、宗茂の親衛隊、大名には大体その言うと、ホイシューとかですね、親衛隊がいるんですけれども、彼らが被っていた兜がこれである。うん、いわゆる馬回り衆。馬回り衆が、ね、そうですね。ホロ衆とかそういうやつですね、うん。D、仮面ライダーリバイスの変身道具。バルキリーはこの銃みたいなやつで変身しましたけれども、リバイスはこれ被って変身したんじゃないかと。今の子供たちはみんなこれ買ってんじゃないか。悪魔がね。そうそう、悪魔が被ってんじゃないか。はい、
この A か D のうちどれでしょうか。お答えください。はい、ということでここでシンキングタイムに移りたいと思います。今ねちょっと視聴者の皆さんきっと井桁さん全部悩んでる感じだった。視聴者もボケてますよね。これわざわざわざとボケてくれてる。桃なりって書いてる人はよくわかってるね。いや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 、もう言っちゃってます。でも 桃なり桃なりって言うんですよ、この形のことを。あ、桃なり、なるほどね、いやこれ難問ですね。難問ですか。でもねこれ悩むところありますか。これちょっとヒント、はい、私からのヒントで言うと、はい、私はアスキー編集部、一応角川グループなんですけれども、はいはい、今日見てください、かぶってないっていうところ。ダメじゃない、かぶってないですか。ちょっとおい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 、用意もされてなかったぜ。ひでえ、ひどい。社則に書いてある、ね、でも帰るときはかぶってるんです。あ、まあそうなるんですかね。今日から置いてあるのかな。なんだろうなこの。そうなんですよ、かぶってないです。今まで私はかぶったことありませんっていうのでなるほど、一つ増えましたね、はい、そうですね、ボケてって書いてある。ということでそろそろお答えいただきましょうか。それでは井桁さん、お答えをお願いします。でもな、迷いますけど、ここは C。 おじゃないですか。ということで正解は、正解はこちら、はい、C でございます。イエーイ、やったー、うなむす、うなむす。よかった、ま、迷うとか、なんか迷うとかありましたか。これめちゃくちゃ難しい。難しかったですよね。そもそもこの金庫って、うん、まあ、さっきちょっと桃なりってありましたけれど、この宗茂マニアの間で、まあ、あの、まあ、ちょっといいですか、すいません、すごい有名な話なんですけど、ね、あ、いいですか、いいですかって言ってます。 MC がいいですかって言ってます。止まってもらっていいですか。どうですかって言葉攻めてる。ちょっと止まってもらっていいですか。なんで中西さん、ここでちょっと、はい、もう一方ゲストをお招きさせていただいております。実はですね、中西さんとたまちゃん、お二人の熱すぎるプレゼンが暴走しないように、はい、そしてちょっときちんとした学習番組ということ で、ね、中西さんご存知も、ご存知のですね、日本で最も立花宗茂にお詳しい方を呼んでしまいました、立花家資料館館長の上野香里さんとズームでつながっております。上野館長、皆さんお手元のイヤホンをつけてください。よろしくお願いします。上野館長、よろしくお願いします。それではですね、ちょっと上野館長のプロフィール、簡単ではございますがご紹介させていただきます。こちらです。はい、上野香里さんでございます。九州大学文学部卒業で、平成25年12月より財団法人立花財団立花家資料館館長になられているということでございます。で、九州諸藩の大名道具執会調査とか、あと目録編纂事業にも数多く参画されているということでございます。で、上野館長なんですけれども、令和のデジタル戦国論、立花宗茂と銀千代セミナーでも中西さんとご一緒されているということで、お知り合いだと思うんですけれども、これ上野さん、これまでの中西さんのプレゼン、ちょっと後ろで聞いていただいてたかなと思うんですけども、盛りすぎてる部分とか間違ってる部分だったりとかってなかったでしょうかね。うん、大丈夫ですか。そうですね、あの、はい、とてもなんかこう熱いプレゼンで私も嬉しかったんですけれど、ちょっと盛りすぎてるところも あるかなっていう盛りすぎてた感じはあるんですが、なるほど、せっかくね、あの、はい、盛り上がってるから、なんかこう、うん、ちょっとなかなかもうあの言いづらいところではあるんですけれど、そうですね、はい、あのよくあの無敗とか、はい、あの言ったりしますよね、はい、でただあの本当に無敗って言っていいのかちょっと微妙だなっていうところも確かにありまして、そうですね、まあ、あの関ヶ原は確かに、うん、あの大津城は攻めて、ね、あのそこは落としたからってなるんですが、うん、まあ、結局のところですね、はい、あの負け側についてるということで、それでお城も没収されたので、まあ、敗軍の将になってしまったっていうところで、まあ、そこはシビアにあの勝ちカウントには入れていいのかなってあの思っているところとか、うん、その後も、うん、手紙八陰合戦っていう、はい、あの佐賀鍋島家との戦いもですね、あの勝ちって言っていいのかな、微妙だなっていう感じがあったりするんですね。ただし、うん、あのまああの宗茂さんってもう超がつくぐらい前向きな人、うん、あのすんごくポジティブなんですよね、うん、だから、うん、
もしかしたら全然負けた気はどれもしてなかったのかもしれない。負けてないですよ。本人の主観的視点では負けてないけど。気持ちは勝ってますから。気持ちはそうだったのかなとか、はい、思ったりしてます。はい、そうですね。ありがとうございます、上野さん。そうですね。と、はい、まあ中西さんと同じですね。もう何がそうですね。うん、まあ、強気で、はい、言ってくださったってことなんで、はい、今回はね。そうですよ。はい、中西さんと一緒ですよ。胸しげが。うん、っていうことじゃないですか。中西胸しげで。胸しげがどうですか、はい、どうですかって感じで来る。あ、それは嫌ですね。ちょっとね。ということでね、井桁さん、はい、正解だったんですけれども、はいはい、まずは一問正解しましたので、うん、よかった、絶品グルメこちらですね。うなむすゲットしました。うん、はい、ゲットだぜ。やったー。イエーイ。で、アイテムの内容についてはプレゼントコーナーでちょっと詳しくご紹介させていただきます。運営コメントにプレゼントフォームございますので、皆さんクリックしてみてくださいね。ぜひぜひ皆さん、ね、よかったです、井桁さん正解して。よかった。ちょっと最初からね、ドキドキ、うん、大丈夫かなと思いましたけど、ね、コメントでもたくさんいただいて無事に正解できてよかったです。よかった、よかったです。素晴らしい。引き続きよろしくお願いいたします。そして上野館長、解説ありがとうございました。プレゼンまだまだ続きますので、はい、またちょっと盛りすぎただったりとかちょっと圧が強いだったりとかのチェックもはい、お願いできると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、了解しました。中西さんと玉木さんのプレゼン引き続き楽しみに聞かせていただきます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それではまた後ほど。はい、また後で。ありがとうございました。怖い。いや、よかったですね。ちょっと見ていただいて、チェックしていただいてます。すごい冷静に突っ込まれちゃったな。急にあれ、なんか中西さんの声がすごい小さくなった気がするんですけど。なんか今怒られた子みたいになってますけど、ね。どうしようかな俺みたいな感じです。はい、よかった。まあ、気を取り直して、ね、はい、気を取り直していきましょうか。はい、2つ目のコーナーに行きたいと思います。テーマはこちら、はい、妻銀千代も最強だった。気になる、気になる。はい、じゃあ続いてですね、はい、宗茂の妻銀千代がもういかにすごかったかっていうところですね、話をしていきたいと思っています。はい、まあ、戦国最強夫婦ですからね、奥さんもすごいっていうことなんですけれども、うんうんうん、でこれめくっていただくと、銀千代の何がすごいかって、この3つ、うんうん、超女城主、超強い、超美人、まあ、全部超がついてますけども、これまずそもそもちょっと立花銀千代についてちょっとプロフィールを紹介してみましょう。うん、はい、はい、立花銀千代、うん、宗茂と同じくですね、文豪大友の重臣の家臣、家臣のですね、娘として1569年に生まれています。うん、別姫同説、お父さん別姫同説、立花同説の娘として生まれていますね。うん、で1575年にですね、これ、はい、7歳でこれお父さんからですね、家督を譲られて立花山城主になってます。7歳ですよ。そう、7歳なんですよ。7歳、うん、だから数えで7歳ですから、多分今で言うと実年齢5歳とか、年長さんとかで城主になってるっていう。うん、でちょっと後で細かく説明しますけれども、おそらくですね、これ一次資料で確認できるのは唯一の城主じゃないかと言われて、うんうんうん、女城主じゃないかと。すごい。で、同説がその1581年にさっきの高橋城の長男宗茂を、まあ、養子に迎えたので、うん、13歳の銀千代と結婚することで宗茂は立花宗茂となりましたと。うん、でここに書いてある通りですけど、まあ、一級資料、これ一次資料ですね、一次資料で確認できる唯一の女性城主じゃないかと。うん、でこれしかもですね、こう友人が武装してね、自分で軍率いて戦うっていう、この戦う女城主、かっこいい。なんか大河ドラマでね、女城主直虎、うん、ただ男かもしれないっていう説もあるんで、そうなんですね、まあ、どっちかなみたいな感じなんですけど、これはもう確実に女城主、うん、しかも確実数え7つで、数え7つすごい。じゃあでめくってもらったですね、ちゃんと証拠もあるんですよ。本当だ。これ立花別姫同説譲り状っていうんですけど、うん、これなんて書いてると僕も全然読めないですけども、でもお父さんからだからその家督を譲りますよってことがしっかり書いてある。これ重要文化財です。間違いのない資料に。十分ですよ、十分。そうですね、ちゃんともうだからあんた上司やでってことが書いてある。上司やで、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 博多弁何て言うのかもちょっと分かんないですけど、上司やで、上司やで、上司やで、上司、上司になると、上司、上司になると分かんない。適当なとこ出ました。失笑を今ダメですね、失笑ですね。上野さんは顔が見えてるのがちょっと辛いんですけど、チェックされて、チェックされて、まあ、そもそもこの彼女にもですね、まあ、すごい強いっていう伝説がいくつかあります。うんうんうん、で、はい、めくってもらうとですね、
さっきやったこの雷神の娘、雷神、雷神ってなんじゃっていう話なんですけれども、もう人間じゃなくないですか、もう雷神ってもう、アベンジャーズでめくってもらってですね、はい、これお父さん、これ怖い劇動作、強そう、めちゃくちゃいかつい、窓赤字みたいな感じですけども、窓赤字僕しか分からないかもしれないですね。刀を切った武将、何ですか今ちょっと、ちょっと、はい、我々ちょっとスルーしちゃったんですけど、窓赤字って何だろうと、窓赤字ほっといてください、まあまあ、いるんですよ、そういう人、見た目の、見た目だけの、そっくりの人が、ね、丸赤字です、後で後で調べてください。雷を切った武将と言われてます。で、本当にだからドーンと雷が落ちた時に、その千鳥っていう方にブチッと切ったと、うん、へ言われてまして、これめくってもらうとですね、これがなんか実際のやっぱこういかつい顔してますよね。いかつい。この雷切りっていう刀でこう雷を切ったんですけど、これ確かですね、立花家資料館に置いてあるんですが、はい、よく見るとちょっと焦げてるんですよ。本当かもしれない。僕はもう本当だと思ってますけれども。当然ね。当然ね。当たり前ですよね。うん、もう刀剣大好きな人にはもう もうもう答えられない。なんで刀剣乱舞に入ってへんねんっていうぐらいの素晴らしい刀です。うん、名刀ですよ、名刀。ちょっと関西弁出ますけれども。ちょっと関西弁出てくるけど。なぜかはよくわからないですけれども。はい、でだからそのナルトにその忍術で雷切りっていうんですけど、うん、それのモデルになったとか なったのがこれじゃないかと言われてます。へで武田信玄ですらこの道説に会いたかったとか言ってるぐらいです、ね。まあ、武将としてもすごいし、まあ、この刀もすごいんですけれども、まあ、そんな親父なわけです。これどうですか井桁さん。どうですか、どうですか井桁さん、どうですか、今何をどうと言われるか難しいですけど、ね、どうですか、ね、ね、こんなお父さん台本に書いてあるからね、どうですか、このお父さん欲しいですね。お父さん欲しいっすか。どういうこと、今何について、いや、そうだよね、こんなお父さん欲しい、このお父さん欲しいです、ね、いや聞いたからにはフォローしてくださいよ、最後ありがとうございます、本当にもありがとうございます、どんな様でも、ありがとうございます、現代の大谷翔平かもしれないけど、どんな様でも、現代いますから、現代って今いますから、今いますから、大谷翔平、2人目の大谷翔平ですね、よくわかりますね。大谷翔子かもしれないですけどね。また確かにそうですね、女優もやられてモデルもやられてということで、そうですよ、はい、二刀流ですから、はい、ありがとうございます。一郎ですよ、ちょっと情報量、待って待って待って、我々適当すぎましたね、すみません、ついていけてないかも、本当にこれ見てる方ついてこれてるんですよ、違う、もうあれな、もうどうですか井桁さんを言いたすぎて、はい、もうなんかもうどこのタイミングでいいよ、ここだみたいな感じの台本書いてあるんですよ、どうですか井桁って書いてあるから、読まなきゃしょうがないじゃないですか、これも、いやだってなんかコメントもナルトのカカシかって書いてあるから ね、そこまで言わなきゃいけないのかな、本当に、ね、本当に台本に書いてあるって、井桁ちゃんは一郎って今あのコメントも入りました、入りました、本当ですか、井桁ちゃんは一郎説、一郎説、井桁ちゃん一郎説、ありがとうございます、 いいですね、いやでもなんかもっと知られてていいですよね、こんなにすごい、そうですよ、そうそう、そうなんですよ、なんでですか、なんでなんですか、いや多分皆さん教養が足りないじゃないですか。すいません。違う。すいません。違う。そんなことない。言っちゃったね。今ね、私もなんだろう、ソーシャルディスタンスが構いなしに、はい、ちょっと胸ぐらつかみに行きそうになりました。ちょっと本当に。なんちゅう言葉そんな。僕の中ではもう常識ですからもう。いやいや、今の。信長の野望やってる人間とっても。そう、はい、信長の野望やってれば分かるんですよ。でも確かにちょっと。どんだけ宣伝してる、はい、私しました。そうですね、勉強不足だったかもしれません。大変申し訳ございません。出直してきます。はい、出直さなくて大丈夫ですけど、ちょっとここであのしっかり学んでいただければと思います。半分くらいまで行ったところなのに。まだありますから、ね、はい。まだあるんですよ、ね。まだありますよ、はい、うん。もうお腹いっぱいかもしれませんけど、これ巡っていただくとまだまだありますからね。で銀千代がどんだけ強かったか。はい、虎を倒した猛将加藤清正も避けて通る。加藤清正ってご存知ですかね、そもそも。はい、ご存知ですか。だから静ヶ岳七本槍の一本だったりとか、うん、まあ、虎を倒したとか、まあ、そもそも熊本城を作った人ですよね、うん、ですごい有名な加藤清正なんですけれども、はい、この関ヶ原の戦いで負けて、で、東軍がだからその柳川城に攻めてくるんですよね、うん、で加藤清正が攻めてくるんですけれども、うん、この銀千代が住んでる館があるんですよ、はい、でそこ避けて取るんですね、あそこやばいって言って、 あそこ行くとちょっとやばいわこれって言って、あいつやばいわって、あいつやばいわ、銀千代さんの別の家があったんですね、そう、まあ、銀鳥さんだからその城とは別のところに住んでて、ここやばいから避けて通る、そう避けて、うん、あの清正が避けて通る、かっこいい、まあ、それぐらい強いといいですねいうぐらいなんですけれども、そして3つ目、はい、ちょっとですね、まあ、あのこの昨今人の、まあ、見た目をどうこういうのは、うん、まあ、どんなものかなと思うんですが、めくっていただくと、はいはい、まあ、すごい美人だったと、いやもうゲームでも本当にこういうふうに、ね、これ信長の野望だし、僕の大好きな、はい、僕の、あの、はい、ライフワークである信長の野望に
出てくるビジュアルだともこんな感じですよ。もう今適当にやってるわけじゃなくて、こういうイメージなんです。僕なんで、そう、こんなイメージで、めくっていただくとですね、はい、これ実像なんですけど、やっぱり目麗しい方っていう感じなんです。うんうん、でもう当時本当にいわゆる美人、美しいってことで有名だったん で、うん、そうですね、あの秀吉さん、うん、豊臣秀吉がラブコールをしたっていう、はい、ハートマーク出てますね。天下人からラブコールです。マジっすか。戦国時代のラブコールって何かよくわかんないですけど。ポケベル？わかんないですね。ポケベルないですよ。中西さんないですよ。ポケベルが無理じゃないですね。あのそれこそさっきのね、あの巻きもんみたいなやつでじゃないですか。ラブレターみたいな。ラインじゃないですか。たまちゃん。ね、あそこ広げなくて。ポケベルでも違う。どこで盛り上がってるんですか。ここ食いつきすぎだし、すいません。もう本当だからこんなまあ、あの、うん、銀千代自身もやっぱその強い最強で、うん、7歳から女上手みたいなところですね、うん、まあ、本当すごい上手だったと。これどうですか、うん、池田さん、どうですか、どうですか、いやどうですか、恐怖症になりそう、ね、もう共演 NG になりますよ。次回僕多分いないかもしれない。本当に。どうですか、池田さん。でもなんか SNS とかない、もちろんないじゃないですか。うんうん、だから本当に人捨てで美人ってことが伝わってるってことですよね。そうです、そうです。本当にもう誰もが見ても美しいって思われてたってことですよね。うん、そうです。はい。はい、いやいやいや、もうバッチリ返してもらったんで、このし強さもそういうことですよね、うん、それこそ、うん、今井桁さんおっしゃっていただいたような SNS とか、ね、そういう媒体みたいなのもないし、うん、 そうですね、それでも、うん、あいつやべえってなってたってことはすごいってことですよね、うん、相当ですよね、うん、相当だと思いますよね、これね、うん、しかも5歳6歳とかからですもんね、うんうん、いやすごいですわ。これ僕に振ってるわけですね。振ってますよ。いや、あのここに、ね、書いてるんですよ、バルキリーの、ね、話を書いてあるんですけど、バルキリーの話しろって書いてあるんですもん、だって。いや、だからね、これどうですか、ここまで見て、あのもうこれって私のためにある役なんじゃないのぐらいの、そんな重ね重ねその話を我々したいんですよ、要するに。いや、はい、あ、なるほどね、井桁さんとね、最後その私だって言ってほしいですよ、僕は、うん、いや、でもその役柄にはすごく本当に合ってる、うん、いや、わかんないですね。いや、どうなんですか。いやでもだってアクションもできる女優といえば、もうなんか僕の中でも志保美悦子の次は井桁さんですから。本当ですか。はい、いや、バルキリー見ててそう思いましたんで、めっちゃ笑ってるけど。でもあのスーツ姿のね、もうエイムズの刃さんみたいな、そうです、だからちゃんと武装した女上司、うん、銀千代似合いますよ。いや、やれるもんならやりたいです。おお、おやった、言わせたわけじゃないですね。やったこれだ。ちょっとやったこれだ。やったこれだ。やったこれだ。練習鍛えておきます。わ、いいですね。ありがとうございます。見たいな、めっちゃ見たいですよね。うん、なんかさっきのイラストとか見てても、あの髪をこう長いのをこうバッてこう振りながら、うん、そうそうそう、あの槍剣みたいなのをこう振り回してるのもかっこよかったんで、そうです、絶対似合いますよ、絶対似合う、うん、本当めちゃくちゃかっこいいなと思います。でもスポーツもすごいお得意ですから。あ、そうですね、好きです、ね、運動は得意です。大ファンなところが出てますね。すいません、目が3倍ぐらいの色がたまちゃんの目が、皆さん何なんとして井桁さんのことに詳しいって言ったらなんか嫌な感じ。いやいやいや、嬉しいですよ。ありがとうございます。じゃあ皆さん、ここでクイズコーナーに行きたいと思います、はい、番組冒頭でもお話しさせていただきましたが、池田さんの正解数によってプレゼントの豪華さも変わってくるという、なぜか背負わせているんですけれども、今回はこちらのじゃじゃん、はい、博多和牛ヒレステーキ 150g や3枚ということでございます。こちらのステーキをかけての回答となります。また視聴者の皆さん、ぜひコメント欄に正解と思うものを書いてください。もちろんヒントでも OK です。井桁さんが正解しないとダメですよね。そうですね、うん、そうですね。よろしくお願いいたします。じゃあ中西さん、問題の方お願いします。はい、はい、問題、先ほど銀千代がまあ美人すぎて秀吉からラブコールがあったというお話をしましたけれども、はいはい、まあ、実際ですね、ある日銀千代はですね、豊臣秀吉から呼び出しを受けます。本当ですよ。で、まあ、だから夫がその朝鮮半島にいる時だから、つまり出張している間にですね、美人との仲い銀千代我が物にしようとしているんじゃないですか。どうですかこれ。そんなことある。これだから行けばもう身に危険が及ぶか。まあでも相手は天下人なんで、うん、まあ、そんな簡単に断っていいものかってありますね。で、銀千代が取った行動はどれでしょうか。A、はい、呼び出しに応じた上で秀吉に堂々と説教した。うわ、かっこいい。何やってんねんあんたと。何をやっとんねんということを言ったってことですね。 B、
秀吉からの手紙を平気で無視した。ガン無視です。既読もつかない無視。既読するね。し、秀吉の好みでなさそうな影武者を向かわせます。向かわせた。まあ、このちょっとなかなかあの興味あのどうかという表現ではありますが、ね、まあ、そういうのを送ったことで、ああみたいな感じになったということですね。はい。で、D、鉄砲などで武装して呼び出しに応じ、うん、秀吉をビビらせた。で、行くのは行ったんだけれども、こっちガンガン武装してるわけですよ。ほら無理やなってなったっていうことです、無理だぎゃってなったってことですけど、はい、では A から D のうちどれでしょうか、お答えください。これも難しい、難しいですね。コメント軍団もちょっといろいろ応援してほしいよ ね、ちょっとヒント教えてお願いいたします。ちょっとまともなクイズになりましたよね。もういきなり答え書いてる人いますけどね。本当ですか。本当ですか。本当ですね。何とかで追い返したって書いてる人いますからね。あ、みんなね。あ、でもどれだろうっていう人もいますね。いや、本当そうですよ。これ、うん。だからさっきより微妙に問題の難度が上がったっていう。ね、本当に。さっき肉だからってわけではないです。肉だからというわけではないです。商品によって難易度が変わるわけではない。そんなシステムは、本当ですか。そんな素敵なシステムではないと思います。そんな素敵なシステム。難しい。でも結構割れてるね。いや、割れてますね。ちょっとね。うん、難しいなって、ね、あれだって A っていう方もだんだんちょっと増えてきましたよ。うん、と言いながらも D じゃなかった。ね、スーパーひとし君じゃないというコメントもいただいてますが、たまちゃんどうしました？はいはい、いやー、これはまた難しいですけれども、結構割れましたね。割れたね。割れたね。A と D が多いかな。ね、ちょっとじゃあ井桁さん。正解は 何番じゃないな、何でしょうか。じゃあコメント、うん、信じよ、多い、うん、D で。お、D、どうかな。じゃあ正解は、こちら、お見事、 D です。よかった、やったぜ。てかこれやってる方多いんだ。武装してビビらせ た。あともコメントにその、うん、あの小ネタも書いてくださっている人がいますから、ね、ちなみにですね、ちょっとめくってもらうと、視聴者の皆さんありがとうございます。これ銀地用の甲冑を再現したものです。かっこいい。こんなのを着ていったんじゃないかと僕は勝手に思っておりますけれども、ちゃんと交渉してこんなのを多分着てただろうって話ですね。そうそうそう、これはもういかんともしがたいみたいな感じです。かっこいい、似合いそう、ね。いや、いいですね。いずれにしても井桁さん正解です。正解、おめでとうございます。ということで井桁さんはこちらまたゲットしていただきました。プレゼントをやりました。2問目も正解しましたので、絶品グルメに、よかった、これ美味しかったね。はい、こちら博多和牛フィレステーキ獲得でございます。ありがとうございます。よかった、ありがとうございます。ということでね、また皆さんお待ちかね、上野館長にご登場いただきたいと思います。しまし、ね、そうですね、チェックしていただいてたと思いますので、上野館長、はい、はい、お待たせしました。また解説の方よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、うんうん、まずクイズについてですね、はいはいはい、うん、あのすごく面白い答えばっかりで 笑いながら大笑いしてましたけど実はですね、うん、銀千代姫に関して、銀千代さんについてっていうのは、うんうん、ほとんど史実では何も確認ができない人なんですね。で、これだけたくさんのエピソードがありながら、うん、ほぼほぼ伝説でできている人なんですね。ね、ただあの7歳で女城主になった、これはもう紛れもない史実、うん、これだけでもすごいですし、はいはいはい、名前が銀千代っていう名前だってことがはっきり分かるっていうのも、当時としては、ね、うん、女性の名前がきっちり残っているっていうことだけでもやっぱりすごいですし、ですね、あの分かりがないわけではないんですね。うんうん、で、この、秀吉の件なんですが、うん、はい、こんなことが本当にあったのかどうかも実は分からないんですね。ただ分からないんですよ。だから分からないので、はい、どれを答えても間違いとはあながち言えないのかなと思いながら聞いてたんですが、はいはい、ただ、はい、この秀吉に呼ばれていった時武装して威嚇したっていう伝説が、はい、うん、あの言い伝えってすごくあの有名で、うん、多くの人にそれが語り継がれているので、うんうんうん、何かやっぱりあの言われるだけの非常にこう、うん、キリッとした勇ましい女性だったんじゃないかなっていうふうには思ってます。で、私は個人的には A あたりだったらいいなと思いながら、ね、ね、A も良かったですよね、かっこよかったですよね、とか思いながらですね、説教したやつですね。で、うん、あとですね、
銀柱の甲冑っていうのがちょっと、はいはい、あの画像が出てたんですけれど、うんうんうん、あのちょっと説明させていただけたらありがたいんですが、はい、あれはですね、うん、立花家資料館の方で、はい、制作して、うん、あの持っております。現代 の、 あの非常にもう名人なんですけれども、うん、あの西岡工房というところでですね、甲冑師の方に作っていただいたもので、うん、本当に綺麗なんですが、うん、残念ながら銀千代さんがどんな甲冑を着ていたのかってこれも全くわからない、うん、何も残っていないんですね、はい、でもせっかくだから、うん、銀千代さんだったらどんなもの着てるだろうっていうことで、うん、当時の時代の形ですね、うんうん、それと、うん、あのまあ立花家にとって主の、 あの筋にあたる大友家、うん、で、うん、大友宗麟が着ていたと言われている、うん、あの甲冑が今、うん、大分の梼原神社っていうとこ残ってるんですけど、うん、そこにある甲冑を、ま、ちょっとイメージのモデルにさせていただいて、うん、そして銀千代さんをイメージして、うん、全く妄想で作った妄想銀千代甲冑なんです、うん、ただです、ね、本当に綺麗なよくできているものなので、うん、あの、はい、でこれはですね、はい、あの実はあの着ることができます。でそうなんですか、はい、うん、そうな、あのいつでも誰でもってわけいかないんですが例えばあのこの施設あの、うん、今資料館があるのはあのお花という、はい、あの施設があるんですが、うんうん、でそこは実はあの披露宴とか結婚式もできたりするんですが、花嫁さんがですねこれ着たいっていう方結構いらっしゃるんですよ、これで、はい、いいな、あの貸し出して着たりとか、うん、あのしてます。ちょっとあの料金はいただかなきゃいけないんですが、うんうん、場合によってはですね、うん、あのお問い合わせいただければ、うん、あのこれを着て、うん、あのプロのカメラマンに撮影していただくなんてこともできるかなって思います。お花自体がね立花家のねあの邸宅ですから本当に美しいですよね。そうですね、そうですよね。上野館長、あの、はい、中西さんのプレゼンいかがでしたかやっぱねここはやっぱ聞いとかないとですよ、うん、はい、あのもうすごくあのとても嬉しいなと思いながら本当に聞いてたんですけど、あの一つですね、あのちょっと、はい、あの私これだけは言っておかなきゃいけないと思うところがありまして、ピッと伸びましたね、はい、あの背筋がピッと。銀千代のお父さん、はいはいはい、で、あの、まあ、別紀動説っていうことでご紹介なんですが、うん、あの表示のところに立花動説っていうふうに、ね、あの表記されてました、はいはい、で実際ですね、うん、あの今もいろんな本とか雑誌で立花動説っていうふうに書かれることが多いんですが、うん、実はあの動説さんはですね生涯立花の姓は名乗っていないんですね、うん、別紀動説のままです、うん、で、あの、ま、前後の話が長くなっちゃうんでかいつまんでになりますけど、うんうん、あの立花山城の城主になるのは、うん、あの確かなんですね、うん、で本来はそこで名前も別紀から立花に、ま、変えたかったんじゃないかと思うんですが、うん、それを、ま、許されなかった、あの主である大友家から多分許されなかった、それで生涯別紀で、後を継いだ婿養子として迎えた宗茂さんがですね、うん、初めて立花の姓を許されるんですね、うん、でその同説がですね本当にあの、まあ、苦労の多いあの人生なんですけど、うん、その中であの生涯別紀だった立花を名乗れなかったっていうところに歴史の面白さと彼の、あの思いとか苦労とかそういうものが詰まっているので、まあ、それが立花動説って言われるともうスタッとこう吹っ飛んじゃうあの所業でありますので、ダメじゃないですか所業もうあのこのあのなんていうかネットの上から立花動説っていうのは撲滅したいなと思って、撲滅したいぜひあの、はい、別紀動説というというところは皆さんにも、うん、あの知っていただきたいなっていうのが一つです。ありがとうございます。あとですね、はい、うんうん、あの銀千代姫強いで、はい、あの非常にあの、うん、精神的に非常に強い方だったんだろうと私も思うんですが、うんうん、例えばですね清正がビビって、うんうん、あの、ま、避けて通った、これも実はものすごく有名なエピソードなんですが、はい、あの史実では確認できないです、うん、でこれはあの私のこれは想像ではあるんですが、さすがに加藤清正とまともに戦ってちゃうと銀千代さんもちょっと分が悪いだろうと思うんですが、むしろ清正の方が立花家とですね、うん、まともにやり合うっていうつもりはなかったんじゃないか、宗茂と清正って非常に固い信頼関係で結ばれてるんですね、ですからむしろあの清正さんの配慮で避けてくれたんじゃないかなっていうふうに、あの実は、ね、あの想像しております。なるほど。そして、最後、
はい、雷霧丸のお話をいただいた、これはあのむしろありがとうございますなんですけど、あの私よりあの中西さんならではだと思います。そこに触れていただいたのはですね、あのやっぱりとっても超有名なこういった、うん、あの、ま、漫画の中で、うん、あの取り上げられているっていうことですね。実はあの私たちもそうだ、うん、そうではないか、あの、うん、作者に聞いたことないので分かんないんですけど、うん、多分そうじゃないか、うん、畑かかしさんの技はですね、うん、千鳥って言って雷霧って言うから、これはもううちのしかありえないよなって思ってたんですが、うん、はい、もうそこをですね、あのこの道のプロの方に言っていただいてこの道のプロ中西が どの道のプロが太鼓判をしましたか、はい、ありがとうございます、はい、以上です。ありがとうございま す, います。上野館長、あのちょっとね、はい、お聞きしたいんですけど、今ねコメントでもさっきあったんですけど、はい、橘宗茂と銀千代さんの夫婦仲ってよかったんですかねみたいなのを別居してたわけだしね。そう、あのちょっとコメントでもいただいてるんですけれども、はい、どうだったんでしょうかね。はい、はい、その2人の関係はっていう質問ですね、うんうんうん、多分もう本当にあの100回以上は聞かれてる質問なんですけれど、あの、うんうん、本当気になるところですよね、うんうん、でこれもですね、あの史実では確認できない、うん、つまり、うん、あの厳密に言うとは分からないんですとしか言いようがない。ただ簡単にあの、うん、まあ、確かにあの橘山城から柳川城に来て、うん、もう間もなく、うん、あの別に屋敷を宮永というところに屋敷を構えて暮らすっていうこと、うんうん、それから2人の間に子供ができなかったっていうこと、うん、でそれをもってしてやっぱりあの、うん、不仲だったとか銀千代姫が鬼嫁だったんじゃないかとか、うんうんうん、いろいろやっぱりあのそういったこう、まあ、ものの方に書かれたりとあるんですが、うんうん、あの正確なことは分かりません。ただし、うんうん、あの宗茂が銀千代姫、銀千代さんをですね、正室としてやっぱり、はい、うん、あのきちんとあの尊重して、うん、そして扱ってたっていうことはあの言えるんですね。だから、うん、おそらくその離れて暮らしたっていうことも、うん、まあ単に喧嘩したとか、うん、仲が悪いとか、そういう問題ではなくて、もっと複雑な、うん、あのなんていうのかな、過信、うん、団同士の問題とか、うん、そういったあの2人のただ気持ちだけでどうにかなるっていうことではないことが背景にあった可能性もあるんじゃないかと思います、うん、で、あのこれはあの銀千代姫が亡くなった後の話なんですけれど、はい、あのお寺を菩提寺、あの、はい、両政寺というお寺が柳川にあるんですが、うん、非常に立派なお寺です、はい、これを作ったのは宗茂なんですね。宗茂が20年後にようやく柳川の地に戻ってきた、うん、で そして本当に真っ先にやったことは銀地のために菩提寺を建てたことなんですね。ちょっと今うるっときましたね。うるってくる話ですね。そしてまあ、お寺に領地を、うんうん、まあ、あげるわけですよね。でそのそこの、あの、まあ、文書はちゃんと残ってるんですが、そこの最後にですね、あの一言書き添えてあるところがなかなかあの宗茂さんらしいんですけれど、うん、はい、あの普通だったらこれぐらいの領地を与えますで終わるんだと思うんですが、うん、その最後にですね、うん、あの銀千代に毎日あの茶の湯を欠かさずにあの入れてくれと書いてあるんですね。はい、そういったところにやっぱりちょっとこうね、泣けるなというか、うん、心遣いを感じますよね、うん、そんな感じもありますので、ま、あの私たちが、ま、今大河招致とかもやってますけど、あのまあ、ストーリーとして望むのは、うん、あのやはりどこかやっぱ心の中ではつながっていたし、うんうん、あの信頼関係でつながっていた2人だったっていうふうに考えたいなっていうふうには思ってます、うんうん、大河ドラマの最終回のシーンが見えましたね。見えましたね、今ね、見えましたね、最後のあの自分がね見えましたよね。お茶を入れてやってくれってね。いやすごいですね。いや本当に今のお話聞くとやっぱりあの仲良くじゃないですけど、うん、仲良かったんじゃないかなっていうのは、うんうん、ね、思いたいかなっていうのは、うん、そうですよ ね、 ね、しっかりつながりがあった感じがありますね、うん、信じたいですね、本当。いやそうですね、うんうん、ということで、いやめちゃめちゃいろいろ勉強させていただきました。いい、はい、上野館長またあの、はい、チェックの方も、あ、はい、よろしくお願いいたします。楽しんで、はい、楽しんで聞いてます。ありがとうございます。じゃあまた後ほど。ありがとうございます。はい、さて中西さん、ね、ちょっと盛りすぎ説も入りつつですね。いやいや、あの1時間半ずっと上野館長の解説の方が
ためになるんじゃないかなっていう気が、ね、確かにしっとしてきましたけど、だんだんこう気が弱くなってくる、だ だんだん気が弱くなって、俺は一体何をやってるんだみたいな、だんだん中西さんの持った話よりもね、上野館長上行きますからね、あほらこっちかも否定が入っちゃったもん、なんか楽しいですよ、でもいや、はい、どうですか井桁さん、聞きたいんでやっぱりそれが言いたいだけなんで、はい、頑張りましょう頑張りましょう、はい、ありがとうございます。じゃあ皆さん、いよいよ3つ目最後のテーマ、うん、中西さん、はい、お願いいたします。はい、はい、じゃあ最後のテーマいきましょう、うん、無敗最強なのにいい人伝説に迫る、イエーイ、いい人いい人いい人、うん、で、あの最初に申し上げた通り、うんうん、その宗茂が復活の大名、うん、復活の大名として返り咲くことができたのは、はい、まあ、先ほどから申し上げている通り、うん、まあ、最強であったとかですね、うん、奥さんもすごいみたいな話もあるんですけれども、うんうん、まあ、すごくいい人だった、その敵味方、はい、わけ隔てなくすごい好かれてたみたいなところが、うん、やっぱりその最終的に同じ場所に大名として復活できた理由として、うん、あると思います。で、宗茂がいい人だったエピソードっていうのをちょっといくつか紹介したいと思います、うん、わ、いいですね、聞きたい、はい、まず1個目、うん、仲間のためなら命も惜しまず、かっこいい、かっこいいですよね、うん、これめくってもらうと、はい、これもうまさにさ、館長おっしゃった通り、加藤清正と宗茂 の強い絆の話なんですけれども、はい、清正がですね、もう5万人ぐらいの相手に包囲されてるわけですよね、うんうんうん、これやばいと、でそこを宗茂がたった1000人のね、1000人の兵力で助けに行っちゃうわけです、ね、しかも勝っちゃうみたいなところがあって、うん、おー、すごい、めちゃくちゃだよね、5万人のところに1000人突っ込むなんてなかなかありえないんですけども、5万人、5万人と、僕は5万人と思ってますが、僕は思ってます、あれ待って、どんどん保険をつけてくる、なんか、うん、だいぶちょっとね、あのね、館長に対してのなんか保険をこう自信持ってくる、保身に入ってますね、少数で保身ってすごいですよね、うん、ねえ、東京リベンジャーズみたいなね、あ、来ましたね、本当そうですね、でもありがとうございます、うん、すごい、そうなんですよ、なんで、まあ、さっき申し上げた通り、清正より、まあ、日本第一の優勝と、うん、絶賛されたみたいなところがある、まあ、それぐらい自分の命を惜し、うん、なんていうんですかね、顧みず本当に助けに行くっていう、うん、いいやつっていう、すごい、うん、はい、次めくってみましょうか、はい、義に厚い武士の鏡、これ難しい言葉使ってますけど、これどういうことかというと、うん、うん、まあ、先ほどその関ヶ原の戦い西軍っていうふうに申し上げましたけれども、うんうん、これもともとだからですね、その豊臣秀吉に大名にしてもらったわけですよ、ね、うん、だからご恩があるのは秀吉なわけです、うん、はい、なんで、まあ、徳川と、まあ、豊臣ってわけじゃないですけど、したがってですけれども、その豊臣が多くついている、うん、東と西どっちつくかって言われると、やっぱりその秀吉に恩があるので僕は西につきますと、うん、一方でお取り潰しになりました、うん、で今度その徳川に大名にまた戻してもらうわけですよね、はい、すると大阪夏の陣営で今度はだからその豊臣秀頼を徳川が攻めるんですけれども、その時は徳川につくんですよ、なぜなら自分を大名にしてくれたのは徳川だから、うん、つまりそのちゃんとそれぞれ自分に対してご恩をくれた人にその恩を返すっていうところはすごい律儀にしっかりやってるっていうのが、この、まあ、宗茂の何でしょうです、ブレてないですよね、うん、ブレてないところかなというふうに思っています、いい人っていうところがね、そうですね、伝説になるぐらいの、うん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 、でもう一つ行きましょう、はい、次行きましょうか、うん、これ民への思い、瀬田の大橋って書いてますね、どういうことかというと、うん、これ瀬田の大橋ってその琵琶湖のちょっと南側に瀬田川、まあ、最終的に淀川になるんですけれども、うん、川があってそこに橋がかかっていてですね、これがだからなくなっちゃうと、うん、西か、あ、東から西に攻めてこれなくなるんですよね、うん、だからこれ周りはもうこれ夜行と、だからこの関ヶ原の合戦に負けて橋を落としちゃう、そうですね、みんな逃げてる時にこれ落としちゃったら攻めてこれなくなるんじゃないかっていうふうに、うん、まあ、普通戦争だったらそういうふうに考えるんですけれども、うん、ここにあえて書いてある通り、焼くことは固く、うん、無用なりと、これなんでかっていうと、やっぱりその、民の、うん、ね、だって橋がなくなったら人々困るじゃないですか、ね、うん、まあ、確かにね、自分たちのためだけでこの橋がなくなってとんでもないみたいなことを言って、やっぱりこれで家康が危機及びたるより優しく心入れて、ね、感心しちゃったと、まあ、敵も感心するぐらい、あ、なんかそんな心構えでいるのかというところ もうなんかしっかりですね、これ記録にも残っているというところ、なんか強いだけだとね、うん、なかなかでも召し上げられてから復活できないんですよ、うん、やってることが一貫性があって、うん、まあ、やっぱりみんな日本中の人がある意味スターと思ってたから、うん、だからやっぱりあの後に徳川も復活をさせると、うん、そうですね、うん、あ、人望も厚いということですね、義に厚い男っていう、
義に熱い男っていうところがですね。あ、なんで2回言ったんだろう。分かんない、今ちょっと盛り上げようかなと思って。分かんない。何の。いや、ちょっとなんかさっきとほら テンション下がったんで、これちょっと上げていこうと思って。あ、思い出したんですね。義に熱いところ。思い出したんですね。あ、やば、思い出したと思って。思い出した、よかったよかった。義に熱いで思い出した。そうそうそう、よかった。で、これどうですか、池田さんに続けるためにちょっとここ持っとかないと。それ言ったらあれですね、ですけども。こんなに義に熱い男、どうですか、池田さん。どうですか、どうですか、これどうですか。いや、でもやっぱり素敵ですね。なんか戦いに強いだけじゃなくて、はい、なんかそういう心優しいというか、うん、そうですね、うんうん、やっぱりそういうところってすごくなんかプラスで魅力に感じますよね、うん、そうですよ ね、ありがとうございます。なんか上司とかもそうじゃないですか、うん、先輩とかも、うん、今の世の中でもやっぱり現代でもそうかなとは思うので、うん、そういう方ってやっぱり人望厚く、うん、そうですね、あのいろんな方に結局なんか、うん、まあ、何か失敗したとしても必ず周りが支えてくれたりとかするのかなと思うので、復活っていうの、復活の大名でしたっけ。そうです、復活の大名でございます、はい、やっぱりでもさようでございます。福岡出身の井桁さんに演じてほしいですよね。お、また来ましたね、そこに。来たね、来たね。ひたすらその話に持っていく感じですよね。そうですね、まあ、ここに僕は大河招致って書いてあるからね。書いてあるんだっけ、はい、招致しますよ、招致しますか。いや、ぜひぜひ。なるほどね。いや、でも、うん、確かにもう本当にぴったりだなと私思いました、マジで、うんうん、はい、というぐらい、ね、人としても尊敬ですね。そうですね、うんうん、いわゆる仕事で来て、うん、情に熱い、情に熱い人望も、うん、そうなんですよ。いや、すごい素晴らしい、一気に好きになりました。あ、嬉しい嬉しい。やった、来たこれ、やった来たこれ、やった来たこれ、やった来たこれ。何でしょうこの表現、言った僕が分かりませんけど、やっぱこうやってコツコツみんなで思っていけば絶対タイが来ますよ、うん、なんかもっと広まってほしいなって思いました、うん、あ、本当ですか、すごい嬉しいです、うん、いや本当に嬉しい、中西さん普通に喜んでた今僕。どうしようこれ、よかったよかった。いや、もうここでじゃクイズコーナー、最後のクイズコーナー行きましょう、行きましょうか、はい、はい、来た。何度もお伝えしておりますけれども、井桁さんの正解するにはプレゼントの豪華さ変わっていきます。どうかな。で、今回なんですけれども、はい、こちらです。柳川名物のうなぎのセール蒸しをかけての回答となります。視聴者の皆さん、またぜひぜひちょっとコメントの方よろしくお願いいたします。それでは中西さん、はい、問題をお願いします、はい、お願いします、はい、問題、うん、関ヶ原の戦いで敗れて柳川に帰る道中、宗茂は同じく国元に帰る島津義弘と遭遇します。島津、これ島津氏っていうと、うん、その実のお父さん高橋城は実は島津氏に攻め戻されて殺されてるわけですよね、うん、親の敵なわけですよ、憎き相手です、うん、でしかも島津軍もだからもう負けちゃってるんです、ごいわずかな兵士しかいないんですよね、うんうんうん、はい、もうこれ当然家臣たちはですね、これやってまいみたいな感じになるわけですよ、うん、もうやってまいる、で、うん、そこで宗茂が取った行動は何でしょうか、A、恨みを抑え島津軍の護衛を買って出た、親の敵だけれども、うん、まあ、そんなね、なんですか、逃げてるやつにそんなっていうことは俺はやんないみたいな感じで護衛したって、うん、なるほどね、うん、で B、 家臣たちの思いを汲んで一応捕まえたけれども、うん、わざわざ逃がした、もう家臣たちはもう、うん、これもう常温様の敵ですみたいになってるんで、うんうん、一回捕まえるんだけれども、まあ、こっそり逃がしてあげる、あ、なるほど、両方ともその、なんか気持ちを汲んであげたと、うんね、うんうんうん、で C、あえて気づかぬふりをして見逃した、やっぱちょっと関わっちゃうと面倒くさいんで、そこはちょっとも気づかぬふりをしてそっと逃がした。面倒くさいんです、面倒くさいって言っちゃダメですね。面倒くさいはダメですね。面倒くさいなっつって、はい、D、うん、俺が面倒くさいですね、はい、すみません。D、 家臣たちの先陣を切って島津軍を撃った、あ、まあ、親の敵って感じでもうやっちまったっていう感じなんですね。難しいね、これ、ね、難しい、パッと見た感じ D っぽい気はしますけど、うん、はい、じゃあ A から D のうちどれでしょうか、お答えください、はい、でもさっきの話だと、うん、なんかね、熱い、情に熱い、そうですね、義に熱い、義に熱い、義に熱い人が先陣打って打つかって言われると、まあそれはねえかなって気がしますね。なんかコメント欄はもう一色ですね、本当だ、すごい、嘘、本当だ、一番かっこいいのを選べば正解って感じ。あ、なるほど、それでも確かにそうですね、今までの話の流れからいくと、この中で一番かっこいいのはどれかっていうのは確かにあるかもしれない、ね、うん、なんかこうであってほしいなじゃないけど、うん、うん、っていうのは確かに、そうですね、そういう思いを込めるともうあのぴったりかもしれません、うん、C は矛盾してるって書いてますね。ああ、もう気づい見ちゃってるから、ね、うん、みんな冷静ですね、うん、D やべえやつ、確かにそうですよ、そりゃそうですよ、これ D やべえやつですよ、こんなの、
ね、気持ちは分かるんですけどね。気持ちは分かりますけど、うん、気持ちはすごい分かるんですけど、なんか答え E でクイズが分からないからうなぎを買って配ったって感じ、ね、これ私が買うのかな違う番組じゃないですか、ごっちじゃない、もうそれはもう中西さんに買ってもらいました、ね、はい、なんでじゃあいいでやったやった、わーい、正解ですって言って僕財布なんか1500円ぐらいしかないですけど、僕の月々のお小遣いの額知ってますか、まあいいや、それやめときましょうじゃあですね、ちょっと井桁さん、はい、D までですね、 D まで、 D までで、はい、D まで で、 D はなしで、はい、D はなしでお願いします、正解をお願いします、はい、いや、じゃあ一番かっこいい A、 おどうかな、じゃあ正解は、はい、やっぱり A ですね、恨みを抑え島津軍の護衛を買って出た、まあ、そりゃそうですよね、さすがですよね、うん、さすがでございます、守る方になったってこと、守る方になったってことですよね、親の仇なのに関わらず、うん、ね、いやもう絶対行ってまいますわ、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 一人でも行ってまいますわ、ね、きっと、はい、親の仇だったら、いやそうですよね、はい、絶対行ってまいますもん、じゃあ家臣も説得してってこと、そうですよ ね、 すよね、そこはちょっとぜひ、いやあの上野館長に、はい、はい、聞いてみましょう、はい、じゃあ上野館長に聞いてみましょうか、はい、うなぎのせいろをゲットとなりましたね、やった皆さんね、はい、ということで上野館長ゲットどうぜ、はい、はい、すいません、よろしくお願いします、また解説をお願いできますでしょうか、はい、はい、はい、うなぎのセールムシ美味しそうですよね、ねえ、お腹が空いてきました、ね、そうですか、買って届けるパターンですか、僕が、うん、届けなきゃ、そうですね、今日の一連の、今日の一連のことがあります、お礼として、はい、わ、はい、かりました、はい、ですね、うん、この、エピソードとってもこれも有名で、はい、ね、しげさん の、 生涯の中で必ず出てくるところなんですね、うんうんうん、で、これはですね、まあ関ヶ原からですね、うん、国元に戻る途中で、うんうん、島津義弘の軍と会って一緒に戻ったっていうことは、うん、おそらく史実として言えると思います、うん、はい、はいはい、で、ただまあその時2人が何を語ったかっていうところまでは、うん、残っていないんですね、うん、なので想像でしかないんです、だから、うん、まあ、護衛を買って出たとまで言っていいかどうかはちょっとわからないんですが、うんうん、おそらくですね、2人ともまあ固いっていうかな、無事を、お互いの無事を、あ、まあ、喜び合い、喜び合い、それから絶対に、まあ、結局ですね、その時、うん、ほとんどの、ね、大名が東軍にやっぱりこう寝返ったりとか、うん、東軍方についた中で、うん、九州に戻ってきて、うん、おそらく西軍で戦うぞで戻ってきてるの島津家と、うん、立花家ぐらいだったかもしれないですね、うん、それでお互いにとにかくこう、うん、一緒に戦おうっていうような、うんうん、まあ固いまあ、ちぎりを交わしたっていうことぐらいはあったかもしれないというふうには、うん、思っています、これは本当に、うん、いい話だなというふうに思っていますね、うん、多分立花宗茂っていう人は、はい、非常に考え方がシンプルなんですが、うん、あまり過去にこだわるっていうようなことはしない、うん、とてもプラクティカルにものを考える人ではないかなっていうふうに思っているんですね、で、うん、確かにお父さんは島津軍との戦いで、そうですね、なってますけれども、うんうん、結局その後ですね、うん、秀吉が九州を平定して、うん、で秀吉の大名になりますね、うん、そしたら秀吉の元で同じ仲間の大名なんですよね、島津家も、しかもおそらく文禄慶長の役で大変な苦労した時に、うん、島津義弘も共に苦労した仲間、ね、うん、そうですね、ですからそういったことがまず大事だったんじゃないかなっていうふうに思います、島津家と立花家ってその後も仲いいんですよね、うん、あ、そうですね、うん、島津家との、まあ、関係っていうのはとても良かったんですが、今も仲いいです今もこの令和の時代でもですか、そうですね、今も立花家も島津家も、うん、本家が国元に、うん、いて、ああ、ご商売をしているっていう共通点があって、うんうん、それも珍しいんですけど、それが今もそうなんですよ、だからなかなか歴史の
なんていうかこう綾というかなんかそういうのを感じますね。今もあのとても信仰があると思います。そういえば先週土日に石川の小松で日本遺産サミットってやって、はい、でそこに島津じゃない鹿児島の人が来てて、うん、でいろいろやってたんですけど、で僕行っていや門川ですで今立花宗茂やってます、はい、立花さんはいい人なんだよってその鹿児島の人がすごい熱く語ってたんで鹿児島県の人にもそれが伝わってるという、すごい強い者同士惹かれるのかもしれないね。あ、なるほどね。あと上野館長、先ほど中西さんとかたまちゃんが、はい、立花宗茂を大河ドラマにっていう話出てきましたけれども、はいはい、上野館長いかがでしょうか。あ、はい、上野館長どうですか。どうですか、どうですか、どうですか上野館長、どうですか上野館長、どうですか本当によくぞ振っていただいたという感じでありがとうございます。実はもうご存知な方はたくさんいらっしゃると思うんですが、はい、柳川市、うん、それから福岡県挙げて、うん、立花宗茂と銀杏大河ドラマにっていうことで の、うん、招致活動っていうのをやっておりまして、本当にまあ、官民挙げて、うん、さまざまな取り組みをしているところなんですね、うんうん、で実際この配信をご覧になった方で、うん、ちょっとでも関心が あるなっていうふうに思っていただいたらですね、うんうんうん、はい、ぜひ今サイト立花宗茂大河ドラマとか、うんうんうん、宗茂と銀千代とかで検索していただいたら、うん、その、まあちゃんとポータルサイトみたいに作ってるんですけど、招致のですね、あると思いますので、ぜひ見ていただいて、でそこから応援する会っていうのにも入っていただけるようになっているんですね。で、ぜひそれはもう会費とかそういうのは全然いらないので、ただ、はい、要するに、うんうん、もう申し込むだけっていう形ですので、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございま す, います。上野館長お電話入りましたけどね、途中ですね、すいません、なんか申し訳ないです。電話なっちゃいました。いやいや、とんでもないです、申し訳ないです、はい、じゃあ上野館長また後ほど、はい、はいはい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。じゃあ皆さん気になる方はぜひ立花宗茂とかの検索していただくと、ね、はい、わかるかなと思いますので、ぜひ検索してみてください。ということで皆様、立花宗茂と銀千代夫妻についていろいろ学んできましたけれども、ここでお待ちかねのコーナーとなります。ラブ九州シリーズではおなじみの美味しいプレゼントのご用意がございますということで、今回井桁さんのクイズの正解数によってアイテム数が決まるのですが、全問正解となっておりますので、視聴者の皆様にこれから紹介する商品ご紹介させていただきたいと思います。まず一つ目、こちらうなむすでございます。10個入り1名様4000円でございます。柳川名物のうなぎのせいろ蒸しを手軽に食べていただきたいと思い考案したうなぎのおむすびでございます。そして2つ目、こちら博多和牛、博多和牛ヒレステーキ約 150g、うん、3枚でございます。12,390円、1名様でございます、福岡県のブランド牛である博多和牛なんですけれども、県内各地で生産されており、都心部の福岡市内でも作られているそうです、うん、銀千代の先ほどね、たまちゃんがちらっと言ってた菩提寺がある久留米市も県内有数の生産地でございまして、博多和牛の特徴は霜降りが多くて甘みがあり、柔らかくてジューシーなところでございます。はい、そして3つ目、こちらでございます。柳川名物うなぎせいろ蒸し3食12,312円、1名様でございます。すごい、絶対食べたいやん、はい、ね、これ宗茂と銀千代の故郷といっても過言ではない柳川の名物のうなぎのせいろ蒸し、かば焼きのタレをまぶしたご飯にうなぎのかば焼きと錦糸卵を乗せてせいろで蒸す料理でございます。直火でかば焼きにして香ばしく焼き上がったうなぎをさらに蒸すことによって、うん、うなぎはふっくらと柔らかに、そしてうなぎのうまみと薫香がしっかりと染み込んだホクホクのご飯が美味しいそうです、ね、そして4つ目、こちらでございます。はい、線香花火ですね。これかすごいやつです、すごいやつですよ、これ、はい、今ね、実はここにあるんですよ。すごい箱、先ほどちらっと
ご紹介させていただきました。あの職人さんが線香花火手作業でやってるという線香花火なんですけれども、こちら宮間市には宗茂が文禄の役の際に無事を祈願した宝満神社とか、あと八坂神社があるんですけれども、こちらその宮間市で作られている今では希少な存在となった国産の線香花火でございます。約90年の歴史を持つ製造所で職人の手によって一本一本丁寧にこれ作り上げられているということでございます。一箱5000円でございます。5000円の線香花火ちょっと飾っておきたいですよね。井桁さんめちゃ可愛くないですか、ね、すごい可愛い、ね、似合いそう、似合いそう、似合いそう、ありがとうございます。似合いそう、どうですか、どうですか井桁さん、どうですか井桁さん、普通のとねえこれそうですよ、ね、なんか燃やした時みたいですよね。なんか燃やした時って言い方あれですか、燃やした時燃やした時火、あ、そうですね、うん、うん、そう火つけた時もどんな感じか気になりますけれども、ね、でね今回、はい、もうこのスタジオめちゃめちゃいい匂いが皆さんしていると思うんですが、今回試食ご用意させていただきました。やった、今回はですね、あのうなぎのせいろとうなむすがございますので、こちらちょっと均等公平に超公平に分けさせていただきまして、ね、私と井桁さんがせいろで、中西さんとたまちゃんがうなむすになります。ありがとうございます。ありがとうございます。似合ってますよ、うなむす似合う、うなむす似合うはよくわからない似合わなくてもいいからセイロ節がいい。いただきます、セイロ顔ですよね、聞き流しやがったの、いただきます、聞く耳を持たんってやつ、アスキーの人間って大体聞く耳を持たないですからね、あのみんな自分のことしか考えてない、そう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 、僕含めて、すごい、ちょっとね井桁さんの方には食リポも今回お願いしようかな、ね、あ、山椒もついてるんですね、粉山椒がついてますけれども、山椒いりますよね、すごい、ご飯がタレもしみしみで、しみしみですごい美味しそう、やばい、もう匂いがめっちゃいいもん、香りすごいですよね、いただきます、うわ、分厚、分厚、うわ、ね、分厚、ほんまやすごい分厚いそんなに分厚い、え、マジ、え、ちょっと待って、うなぎだけいっちゃおう、いただきます、やばい、そんなことが、お、うなぶすかぶってますね、おいしい、おいしい、よかった、なんかちゃんと炭の香りもするし、ね、あのちょっと蒸した感じというかね、うんうんうん、いや、ふわふわでした、ねえ、よかった、うん、ちょっとじゃあすごい、じゃあ私たちもいただきましょうか、フライングで食べましたよね、いや食べたね、もうなんかモグモグしてるよ、モグモグ、ちょっと待って、僕今タイミング見失っててなんか食べちゃった、あ、やばい食べちゃった、半分くらいになっちゃってる、ものすごい目で翼になれてる、もう本当に食べたと思って、何やってんねんお前みたいな、食べたかんと思った、井桁さんの前に食べちゃうとねえ本当に、何だったらマジで井桁さんの前に食べてましたからね、もうだって美味しそうなんだもん、ね、もうじゃあ皆さんいただきましょうか、いただきます、いただきます、いただきます、いやすごい、一口かじっとんねんけどな、ご飯だけでも美味しい、これやばい、ね、うん、このすごいよ、このあ、でもこれこの厚み見て、いや、うなむす美味しいですよ、すごくない、すごい分厚い、すごいよね、これ、いや、すごい、なんでこんな分厚いんですかね、ね、うん、うなぎ自体が大きいのかしら、うん、美味しい、なんですかね、美味しい、いや、これは羨ましいね、でも、いや、うなむす美味しいよ、うなむす美味いっすよね、うなむす美味いっすよ、うなむす美味しいや、うなむす全然美味しいですよ、いや、美味しい、すごい聞いてない口に持たないやつ、おのおの食事してるみたいこれ食レポとしてどうなんですか、この家庭みんな食ってる、やっぱり柳川のやついいですよね、柳川のね、いずれにしても美味しいってことですよね、美味しい、これすごい、うん、いや、やばい、これ本当にこれお家で食べれるって最高ですね、うん、お店です、本当にもう、うんうん、あ、そうなんや、うん、え、関西人、関西人です、はい、兵庫県民です、はい、正真正銘の兵庫県民です、はい、あ、そうなんですね、
そうなんや、うん、そうなんや特にどうでもいい情報ですけどいや大事ですよ、中西さんのこと好きっていう方結構今回いらっしゃるんで、ないないない素人かって書いてありましたからね、うん、今あのたまちゃん幼稚園児ってたまちゃん幼稚園児ってそうなんですよ、これ我々ちょっとこれね後ろ下がってきて、後ろ下がってきて、この何がね確かになんかね、幼稚園のお食事会でしたね、完全に僕ら2人だけ、ね、本当に美味しいって言ってね、もういやめっちゃ美味しい、おにぎりおにぎりおにぎり似合う、おにぎり似合うとかいいじゃない、反省会ですねいやこれね皆さん、あの今井田さんにも美味しそうに食べていただいておりますけれども、プレゼント応募方法でございます。うん、番組概要欄にある豪華プレゼント応募フォームにある URL から番組アンケートに答えて応募してください締め切りなんですけども11月の24日水曜日23時59分までですね、こちらの方すごい食べ方しましたねいいこれ見逃しに食べました、ね、いいですね、はい、ぜひ皆さんこの美味しい、皆さんも当たりますからね、コメントに、ね、いげちゃんのもぐもぐタイムって、いげちゃんのもぐもぐタイムよろしくお願いいたします、そういう番組しますから、ね、ずっと食べてる、ずっと食べてるやつ、ね、ずっと食べちゃう、これはもう本当に、うん、でね、あのここであと2つ実はプレゼントが皆さんにあるんですけれども、なんとすごいね、そうなんです、あの立花家資料館からもプレゼントをいただいておりまして、うん、上野館長にちょっとご説明いただこうかなと思います。上野さん、上野さん、はい、上野さん、あ、今度背景が、後ろが背景が、背景が変わった、はい、ちょっと訳があって、訳があって、訳があって、はい、ありがとうございます。はい、で、上野さん今回の立花家資料館からもプレゼントいただけるということで、ご紹介いただいてよろしいでしょうか。はいはい、こちらこそよろしくお願いします。はい、今回ですね、うん、あの井桁さんをお迎えしてこんなに楽しい、うん、トーク番組ができまして、うん、そして、来ていただいた方に資料館からも何かプレゼントを用意したいなと思いまして、まず、実はですね、あのこれ昨日できたばっかりなので、今日初めて、お披露目になるんですけど、できたばっかし、すごいかっこいいね、はい、できたばっかりです。これ開きますと、こういう、じゃん、やばい、ね、実はあの立花家のあの家紋ってかなり種類がたくさん、うん、たくさんあるんですけれど、そのすべてをこう、あ、この辺かな、こう、あ、逆です、逆です、ごめんなさい、今言ったんですよ、難しい、あのそのすべてをあの22種類これ入ってるんですけれど、いいね、そのコンプリート、あのコンプリートブックですね、うわ、すごいですね、これ贅沢、どれも綺麗な色ですね、はい、で、これは本当にまだ全然販売もしてないので、うん、今日初めてあの、うん、ご覧いただいたんですが、ね、これと、はい、あとこれだけじゃない、これとですね、うん、あのうん、これは今ちょっと映るの、大丈夫です、見えてますよ、もしかしたら光ったってちょっとね、うん、今見えた、今見えました、今いい感じ、いい感じです、見えます、ね、うるさいみんな、はい、そこそこっつかってうるさかったけど、はい、この家紋下に銀千代って書いてるんですが、あの銀千代姫が伝えたと言われる家宝の、あの、うん、軍旗に記されている行用紋をモチーフにした、うんうん、ボトルなんですけど、あのとてもはい、あのいいとてもあのなんていうか品質のいい、かわいい、かわいい、はい、象印のボトルです館長、これも綺麗な色ですよ ね、 ね、いや、そうですね、これとあとですね、あの、うん、これはですね、立花宗茂と柳川の武士たちという特別展があった時に作った、うん、あの電子図録です。ですから中がですね、まあ、いわゆる DVD ですね、お、DVD だね、で、はい、DVD なんですけれども、うん、あの DVD の中に動画じゃないです、あの、うんうん、画像、あの作品の画像、それから解説などが全部入っているという、まあ図録の電子版っていうやつなんですが、この3つを、ね、あのセットにして、あの2名、セットなんだ、2名様で、これは欲しいでしょ、2名様、はい、ありがとうございます、総額1万円以上、総額1万円以上、いや、そうですよ、はい、はい、すごい、ちなみにこれって、まあ、今回プレゼント、はい、あの2名様なんですけれども、はい、あの実際に購入することもできるんですか、うん、館長、あ、はい、資料館のですね、あの、うんうん、グッズ関係を、はい、あの来切りまずライキリマルズストアというオンラインショップを開設してまして、オンラインショップがあるんだ、はい、あります、でそちらの方でもご購入いただけるんですが、うん、
まだ、さっきのコンプリートブック、コンプリートブック、はい、家紋のコンプリートブックできたばっかりなので、うん、まだアップしてませんので、うん、もう何日か後になりますけれども、うん、じゃちょっと週末には、はい、もしかしたらあるかもって感じですね。そうですね、皆さんね、はい、あると思いますので、うん、ぜひ、そちらの方でも、うん、ご購入いただけます。もちろんどしどし応募していただいて、うん、2名様には。そうですよね、はい、今ね、館長がつけてるバッジは何なんですか。この襟元に。ありがとうございます。これなんですけれどもこれ資料館のですね、はい、ロゴマークっていうんですけど、ちょっとかっこいいんですけど、このバッジ、はい、です、うん、でこれをこの、コンプリートブックを、うん、お求めいただいた方とかには、うんうん、もう一個おまけで一緒にお送りしますので嬉しい、大盤振る舞い、いいね、いいですね、はい、それつけたいですよね、つけて上の非売品ですので、そうなんですか。上の館長、今回のプレゼントにもつけていただけます。つきます、はい、一緒にお送りします。やった、はい、やりました。欲しいよね、これ。やったやった、皆さん、もうこれをつけてうちに来ていただいたらですね、うん、もうみんながちょっとこう喜ぶ、ね、かとお辞儀をさせてもらって一目置かれますよ。これいいですね。いいな、ありがとうございます。ありがとうございます。でね、もう一つ、ま、招致委員会からも井桁さんにプレゼントを用意されているということで、うんうんうん、井桁さん、ちょっとずっと あるんです。そこの手元にあります。これですか。はい、ポロシャツ、じゃタオルとポロシャツかな。こちらも、はい、プレゼントということになっております。なんとこれでもあれですよ、中西さんとたまちゃんと3人セットですよ、我々と。もうお揃いですよ、お揃いですよ、お揃いだ、井桁さんとお揃いです。やったやった、これやったかな。待って なんで私ない、やっぱり。いや、だってサッカー冷たいし、サッカー冷たいし何それ、子供みたいな理由で。どんな理由やったら、サッカー冷たいし、何ですかそれ。仲良くしてください。ねえ、ひどい。でもこちらの方、うん、プレゼント、井桁さんにプレゼントというのと、あとは視聴者の皆さんにも選ぶ項目6つ目ですね、としてございますので、すごい、ぜひよかったら。嬉しい印象、かっこいいですね、これ。めっちゃかっこいい、このね、細長いタオルってキッチンの後ろとかにかけておくとめっちゃ便利なんですよ。普通のタオルの長さよりもちょっと長いと、むちゃくちゃこうなんかちょっとあんまりね、こうキッチンとかもこうパッパッってやる。誰がそんな生活の知恵みたいな。ごめんなさい、ごめんなさい。めっちゃ便利。これキッチン、サッカーの応援とか持ってきましょうよ。そう、サッカーの応援。サッカーの応援。サッカーの応援。誰を応援するの？柏レイソルの時とかにこうやって出すの。宗重銀次郎。いや、絶対これでね。宗重銀次郎。聞いたことない。聞いたことない。なぜか今この中西さんと会ったところがね、最後ね、うん、ちょっと会いましたね、ちょっと会いましたね、今最後ね。よかったですね、ちょっとだけ距離が縮まったかもしれない。距離縮まった、きっと帰りにはもらえる、今日もらえるかな、今日ちょっとね。ありがとうございます。こちらの方も皆さん選んでいただけますので、よろしくお願いいたします。ということで、あっちゅう間なんですけれども、もう終わりですか。もう終わりでございます。あれ、あっちゅう間、本当早いね。30分ぐらい遅くなかったですね、これも。そうなんですよ。ね、今日出ていただいた皆様にちょっと感想を順番にお聞きしたいなと思います。まずはじゃあ井桁さん、はい、よろしくお願いいたします。うん、そうですね、本当にあんまり詳しくは知らなかったんですけど、うん、今日で一気に魅力が伝わりましたし、なんかこれもっと早くに勉強してればよかったって。あ、もう嬉しい、思うくらい、なんか一気にこう好きになりましたし、もっとこれが伝わればいいなって、うん、いろんな方に伝わるように、私もなんかいろいろ友達とかに言ってください。なんかそういう話で盛り上がりたいなって思いました。ドラマのプロデューサーとかにも言ってください。言ってください、いろんなところで言ってください。タマちゃん、すぐ上の方の人に言ってって言うから、上から本当にすぐ権力を使う。ね、やっぱさ、福岡県っていうことでね、やっぱり地元にこんなすごい方がいたんだっていうのは、やっぱり地元民、福岡民としては誇らしいですし、やっぱここからまたね、全国に伝われっていう気持ちになりました。
ありがとうございます。なんかね、こうやってあの池田さんがお友達だったりとか、その周りの、ね、家族だったりとかと、うんね、ちょっと会った時とかに、この間この仕事してさみたいな話で、うん、立花宗茂と銀千代の話とかしたら、ね、地元の方はあ、それ知ってる知ってるみたいな感じで、うん、また新たなね、ちょっと、うん、広がり、広がりそうな感じもするのでね、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。上野館長も感想をお願いいたします。もう今日は本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。すごく楽しくて、もうなんかこうお客さん気分で見て楽しませていただきました。本当に井桁さんも翼さんも大変魅力的な方で、私も見てて楽しかったですし、中西さんとたまちゃんと言っていいんでしょうか。たまちゃんです。なんかすごく可愛らしい感じがして一層親しみが湧きましたけど、でもまだまだこの後ですね、柳川で のセミナーとか、はい、次の12月 の配信とかもありますし、うん、私もそれまでいろいろ準備して頑張って、皆様にたくさんのことをお伝えしたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。たくさんね、素敵な情報いただきましたからね、うん、はい、ということで、たまちゃんいかがでしたでしょうか。はい、もう本当にまだまだ全然宗茂銀千代のね、もう魅力ってまだまだ伝えきれないないんで、うん、これをさらにですね、これからも番組もね、うん、後で告知あると思いますけども、はい、やっていくんで、今日僕気持ちは山崎育三郎さんの気持ちで今日は参加なるほど山崎育三郎さんの気持ちおしゃれクリップな感じで急に最後になってきましたね。おしゃれクリップの番宣までありがとうございます。育三郎さんにもこれ被ってほしいですよ。いや、最後になってね、いろいろもう最後だ、ここしか言うことねみたいな感じで、もう最後いろいろ突っ込んできましたけども、たまちゃんすごい、はい、ありがとうございます。たまちゃんの魅力もたっぷり出てました。ありがとうございます。そして中西さん、ありがとうございます、はい、いかがでしたでしょうか。ありがとうございました、はい、ちょっと今その山崎育三郎さんの気持ちっていうのでなんかだいぶいろんなものがちょっと頭から今飛んでしまってどういう気持ち、すごい最後こうかっこいいこと言うつもりでいたんですけど、あらら、今かなり飛びました、ね、かっこいいこと言うつもりだったんですね、うん、がっつり言うつもりでしたけど、ね、言うつもりだったんです、ね、だからもう今頭の中でその山崎育三郎さんとどうですかしか残ってないんですよ。ちょっと今日の僕はこれちょっと帰って反省会一人でやります。そうですね、はい、しっかりやります、はい、いや面白かったです。ありがとうございます。先に食わないっていうことは、はい、そうですね。そこ次はお願いします。身に染みて、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、本当ね、私自身も立花宗茂と銀千代さんですね、うん、本当に知らなかった、名前だけ聞いたことあるぐらいのレベルだったんですけど、すごく魅力的な方だというのが本当に皆さんの解説だったりとかでよく分かったので、本当にこれからもどん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 知っていきたいなというのは感じました。ありがとうございます。視聴者の皆さんもね、いっぱいコメントいただいて、で皆さんの持ってる知識だったりとかも私たちに披露していただいて、本当になんかさらに なんか皆さんとの交流もすごく楽しかったです。ありがとうございます。でね、好評なんで、もう言っちゃいます、好評なんで、もうやったばっかりだけど好評だったんでということで第2弾ございます。はい、続編ございます。今回はですね、立花宗茂とその妻銀千代の人となりについて学びましたけれども、次回は立花宗茂と銀千代のゆかりの地を紹介していきたいと思います。そしてもちろん次回も井桁さん出演していただきます。井桁さん、ありがとうございます。お願いします。嬉しい、ありがとうございます。でね、アスキーチャンネルではラブ九州として今後も定期的に九州の魅力をお伝えする放送をお届けしていこうと思ってるんですけれども、次回の放送こちらです。はい、12月8日水曜日20時からです。中西さんいないですね。あれギストラ、ギストラです。あれ中西さんがイチゴになった感じですか。あ、ここがイチゴ。あ、イチゴか。かわいい。中西さん、もちろん出られる予定ですね。出ますよ。はい。次は黙ってますんで。いや、ダメですよ。裏方として出ますんで。どうですか、言わないと。どうですか、言わないと。またね。今日の
どうですか、どうですか、言い続けて先に食べる、どうですか対策しておきましょう。優しい、ありがとうございます。で、ね、こちら番組の内容については随時告知していきますので、はい、皆様ぜひチェックの方よろしくお願いいたします。ということで視聴者の皆様、本当に本日はありがとうございました。それでは皆様、はい、また12月8日にお会いしましょう。またね、またね、ありがとうございました。ありがとうございました。中西さん出ますよ、次も出ますよ。本当になかったらどうしよう。